あの子は太陽の子待ちエンジェル。あ、どうも、体毛にコマッチングマチコ先生の小西裕次郎です。はい、今回はですね、再び長野県の情報誌長野小町さんとのコラボ企画でございます。紙面にも大西が登場するということで、小町と動画でマッチング、グイッ、はい、行ってみましょう。今回ですね、長野小町さんとのタイアップ企画なんですけれども、この冊子ですね、これは、これ去年のですよね。はい、そうです、去年です。で、また4月に新しいのが出るということで、今回はその中で信州飲んだくれ酒造所放浪記ということでですね、蔵元、ブルワリー、ワイナリーなんかをですね、いろいろ回って飲んだくれちゃうというような企画でございます。で、まあ、お酒飲む企画なんでね、今回は長野小町さんの車に乗せていただいて、アテンドしていただいております。まず最初はどこでしたっけ、諏訪。はい、諏訪極楽を巡ります。諏訪極楽、上諏訪駅のすぐそばに酒蔵が並んでるんですね。並んでるんです。今日はちょっといい車乗ってます。これ何ですか。ベンツです。ベンツ、いくら乗ってんな小町は。あの子は太陽の小町エンジェル。こんな感じでやってますけど大丈夫ですか。なかなかないですよ、諏訪行って大町行って松本行くって。諏訪湖が見えてきましたね。今日はまた八ヶ岳も綺麗に見える。はい、ということで諏訪極楽を巡る旅、最初はですね、こちら歴史と水の蔵霊人さんですね。霊人、日本酒だけじゃなくてビールも。IPA、 これをちょっと特別に試飲させていただきます。まだ朝、今何時ですか、10時ですか。10時15分。すいません、ちょっと 朝ビール。本来であれば極楽を巡る酒造巡りっていうのがありまして、これを持ってですね、極楽を回れるんですが、今はちょっとね、コロナの関係でちょっと中止中ということでございます。杯かグラスか選んでください。杯で、はい、あと巾着の色を3色から選んでいただけます。男は黙ってピンクで。
すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。一軒目から朝ビールに朝ビールにレイジン飲んでちょっとヘロっちゃいましたけど、いやレイジンさんお疲れ様でした。ありがとうございます。で、次はですね、レイジンさんから歩いていけるかな、30メートルぐらい、こちらマイキーさんですね。わいくらだ。これ何なんですか。これ杉玉。大体つってあるんですか。はい、あの新酒が出た時に出して、あ新酒が出たよっていうか、お酒が新しくなったよっていうのをお知らせするっていう、はい、新しい杉玉出ると新酒だと。酒蔵巡りをやっているんですけども、ちょっといいですか。はい、お願いします。合うお酒、お蔵に合うお酒で、はい、作らせていただきましたお酒になります。舞姫の純米酒、はい、純米酒今日、はい、お願いします。ショップでは販売してない、一応お蕎麦屋さんだけに。そうなんですか。みたいな形なの。あ、はい、あここでは販売してないんですか。ないんですよ。なのでちょっとレアです。ありがとうございます。舞姫っていうね、やっぱお名前だけに姫がたくさんいらっしゃる。いっぱいお酒を持っててもらわないこちらはですね、フルーティーなお酒で、アルコール度数17度あるんですけども、とてもフルーティーなお酒で甘いお酒になる。メロン果汁みたいな初めて、うん、初めて言われた。そうですよ、絞りたてをそのまますぐ感じてるので、なのでフレッシュさと香りがね、もうその中に封じ込められた。めちゃくちゃ芳醇なんですよ。今まで蔵に来ないとというか、従業員しか飲めないようなお酒みたいな感じのイメージで作って、そう同じくらいのお酒を皆さんにも飲んでもらうっていうので、こう原酒でその絞ってすぐのもの。ちょっと飲んでもらえます。すみません。じゃあすみません、舞姫さんでした。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。二軒目。あ、本金さんだ。本気の本金さん。本金ですよ。諏訪さん、三山錦。ありがとうございます。どう本当の金なんですけど、それシンメトリーになってるの分かります。文字が半分に、はい、なので裏表のない本当の金を目指すというお酒の作りを、はい、僕の大西なんで、実は、そうですね。関係ないですね。裏表ないんですよ。裏表ないですよ。酒造巡りをしております。はい。三軒目ということです。はい、わかります。はい。はい。お疲れします。はい、ちょっとお疲れ様。これお店で売ってるんですね。そうです。販売してますので、はい。扱いにもできますよ。扱いにもできます。美味しいですよ。おしゃれだし。ありがとうございます。ありがとうございます。本気さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お楽しみください。ありがとうございます。次は4軒目。こちらが伊藤酒造さんで、横笛さん。はい、蔵巡りのお酒になりますので、お待ちください。これが横笛さんの、はい、辛口タイプのお酒
すっきりしたお酒、今あの好みのお客さんも多いんですよね。多いですよね。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。よし、4つ目ゲットと。いやー、あ、大きい、大きいなぁ。最後ですね、マスミさんに見たいなと思います。こちらの、パールライトカップというお酒になります。何カップですか？パールライトカップというお酒になりまして、はいはい、飲んでいただきますとね、あの2種類の長野県の不思議新酒っていう、出てまいりますのでね、ちょっと、はい、飲んでいただく、全部飲まないと見えてこないと思います。そうなんですね。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほど、ザ・新酒、これが隠れていたのか。極楽巡りました。どどん、お昼はラーメンよろしく。よいしょ。はい、うん、トラメ3つで、はい、固め、私も固めで、固めで2つ、ビールください、ビールで、はい、ビールで、プラスは1つ、はい、行くねー、行くねー、行くんじゃないの。うわっ、ラーメンの当てですから辛いですよ。美味しそう思いますよね、いつも。見てる方は分かる。いつもだとノンアル飲んでらっしゃる。ありがとうございます。マジヘンドリックスですよね。幸せを感じますよね。いや、日本酒がね、やっぱ来てるね。意外とあれするするする行くんですよ。はい、ということで、諏訪から移動してまいりました。大町まで、大町にあります北アルプスブルワリーさん。
3種類の飲み比べセット、チーズみたいなね、はい、豆腐なんですかこれ。チーズですよこれ。ホワイトエール。フルーティーな。妖怪泡ですよね。美味しかったです。ごちそうさまでした。北アルプスブルワリー。最初が日本酒5軒っていうね。次がどこでしたっけ？山辺ワイナリー。はい、ワインですね。はい、困っちゃうな。お酒に誘われて。どうしよう、まだまだ終わらない。はい、でやってまいりましたのが最後、山辺ワイナリーさんですね。ぶどうの里山辺にあります山辺ワイナリというのを分けるってことは醸造の仕方とか何か。あ、そうですね、醸造の仕方は、もちろん違いますね。まあ、大きく分けると白ワインの殻がありますけども、赤ワインは皮ごと一緒に発酵させる、それがもう大きく違います。
今110本ぐらい。110本。樽が110本。はい、そうですね。110本の樽から何瓶取れるんですか。ですね、1つの樽で、大体300本ぐらい。300本。はい、あっちがレストラン。ありがとうございました。はい、隣に併設されておりますワイン&レストランのマリアージュさんでね、ワインに合うランチをしたいなと思います。じゃあすいません、はい、このヤマベワインメルロを使った信州産牛ホホ肉の赤ワイン煮込み、食前酒的に白ワインいただいてもいいですかね。シャルドネのシュールレモン2017年ワインコンクールで表彰を取った。樽じゃなくてステンレスのタンクで熟成させるように本当にベーシック的な白ワインになるので、スープは松本さんの人参を使ったポタージュとユーロ野菜のサラダです。人参を使ったポタージュ、はい、ありがとうございます。これ人参ってこと、はい、そうです。それは一度揚げたものを揚げるとこう味がこう凝縮して旨味が出すというか、クルトン的な代わりに、はい、なるほど、で、はい、持っちゃいけないですね。そうですね、基本サービス的には持たずに、結構難しいと思いますね。持ってザーッと。工程で使っているこちらのメルロ樽熟成2016年メルロ、はい、しっかりした赤ワインです。こちらをお願いします。ボタンユージロなんで。Thank you.
ポイント持ってるし。そうですね。味わい樽の影響非常にいいバランスを見せていると思います。山辺のブドウってことですか。そうですね、もう基本松本平以外のものは使ってないので、そういったワイナリー自体もかなり少ないと思いますね。山辺の土の香りがします。いや、そのエレガントな香りです思ってるより柔らかいと思います。ソースにもこのメルローをふんだんに使って、あとは山辺さんの蜂蜜とかを加えてちょっとコクを出して、柔らかくサシの非常によく入った状態のいいものが手に入ってるので、それをまあワインで煮込むともう必然的にも柔らかく、油も全然しつこくないですよね。そうですね、煮込むんでもう旨味が中に残ってこう油っぽさは外に。流し込んでないですマリアージュありがとうございます。待ってました本当に完璧なパーフェクトマリアージュ。パーフェクトマリアージュありがとうございます本当にパーマリですなんてこったですよ、これ。ということでですね、飲み歩いてまいりました。長野小町さんとね、回ってまいりました。長野県の、酒造所放浪記ということでね、飲みました。
ご覧のようにね、長野県はお水が美味しいからなのか、美味しい作物が育つからなのか、もう本当に美味しい酒造酒がたくさんありまして、酒蔵、ブルワリー、ワイナリーとね、いやー美味しかったし飲んだし食べたし。でまあ、この様子はですねお出かけガイドかな、小町さんから出るそちらの方ねぜひ見ていただけたらと思います。ちょっと今詳しくわからないんで概要欄の方に書いておきますね。はい、そんな感じで、わー、はい、大満足、よいよい、じゃあ優子酔わせてどうするつもり、小町ちゃんお疲れ様です